はじめまして、メディアインテグレーションの営業担当の富田と申します。クリエイティブな、制作環境を、提供し続けている、FX パンション、まあ巷で、人気になっている BFD エコのプロモもありますが、そんな私たちが自信を持ってお勧めするグルーヴの制作環境、それが、ガイストです。ドラムマシーンでありながらリアルタイムにサンプリング、スライス、シーケンス、ミックスまで一つのウィンドウで、あなたのアイデアを形にできます。また DAW 内でもパラアウトや、MIDI のインポート、エクスポートにも対応しています。では今回はそのガイストで、ノンストップに一曲まるまる楽曲を制作してみましょう。ではエンジン窓ドラッグ1にベースを読み込んでみましょう。2つのサンプルを用いてピッチを変化させたものをパッドにそれぞれ組み込んでいます。では再生してみましょう。ではテンポの方をちょっと速くしてみましょう。次にトラック2ですが、こちらはとある曲の一部分をサンプリングしてスライス、パターンをアレンジしたものを使っています。ではガイスト内蔵のエフェクトの一つであるビットクラッシャーをこのような感じで使用しております。次にトラック3にはですね、トラック1、2の雰囲気に合わせるためにちょっとジャズっぽいピアノのテクスチャーをパッドにアサインして実際にライブプレイをしています。これは初めにパッドを叩いているシーンのものですね。では次トラック4にキックを入れたいと思います。これはガイストの内部音源から見つけて使っています。それぞれのパッドにはですね、若干の変化を加えたキックを合わせてレイヤーとして使っています。これはですね、ガイストの標準プリセットのサウンドと1枚のハードウェアからの音源をサンプリングしたもの、これをコンビネーションさせてですね、バンスしたものです。でいい感じに楽器に色がつきましたね。最後に、スネアをこんな感じで、入れて楽曲を1曲丸々ですね、ガイスト1つだけでも、作れてしまうわけです。実際のサンプリング、スライスなどの工程はここでは詳しくお見せしてませんが、非常に簡単に、しかも柔軟にユーザーの希望通りに動作しますので、ぜひ一度ですね、店頭やデモ版で触っていただくことをお勧めいたします。今回はこのガイストに合わせて D カムという製品を一緒にご紹介したいと思います。ガイストのエフェクトセクションにも使用されているこの D カムのモデリング技術ですね、こちらをシンセサイザーとしてフルにご活用いただけます。それではガイストと D カムを合わせてあなたの楽曲制作の、一つのピースにぜひ加えてみてください。